続きまして在校生代表挨拶。在校生代表ぶん、失礼しました。在校生代表2年 A 組立花純一くん。はい。お兄ちゃん、純一と大将。純一、ちょっと在校生代表って綾辻さんじゃなかったっけ？代わってほしいって立花くんに頼まれたの。どうしても伝えたいことがあるからって。立花くん。厳しい冬から新しい芽吹きの季節へと移り変わろうとしている今日、キビト高校の学び屋から旅立っていく卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。先輩方と過ごしたこの月日は僕たちにとって忘れがたい思い出となりました。本当にたくさんの思い出があって、とてもこの場では語り尽くせません。高校に入学した時から先輩は僕にとって憧れの存在でした。先輩、覚えてますか？最初に告白した時、僕見事に振られましたよね。でも2回目の告白の時、先輩は好きでいていいって言ってくれた。立花くん。それからいろいろありました。一緒に馬跳びして遊んだり、図書室で犬の写真集を探したり、いきなり女子用の水着持ってないかって聞かれた時はびっくりしました。その後、女子水泳部が練習しているプールに行って塚原先輩に2人で怒られましたけど、どれも忘れられません。全部覚えています。だから僕は先輩ともっと思い出を作りたい。先輩にイギリスに行ってほしくありません。好きだ、大好きだ、僕と結婚してくれ。大将よく言った。一緒に幸せになろう、はるか。僕と一緒に。純一、はるか。純一、嬉しい、大好き。もちろん OK よ。みんなも静かに。なんとまあ。こんなことになるなんて聞いてなかったんですけど、立花くん。まさかこういうプロポーズとはね。ちょっと煽りすぎたかしら。はるかは1週間イギリスに行くだけなんだけどね。でも結果大成功。おめでとう、はるか。ずっとずっと仲良しでいようね。はい、もちろんです。おめでとう、大将。おめでとう。おめでとう。考えた。